ということで、じゃあやってまいりました。恒例のお会計屋の時が来ました。4人、今3人ですね。お会計は、まあ、大体100円、飲み物は100円なんであれですけど、1万と1千157円ぐらいです。今4人でこんだけ飲んでだったら安い方だよね。まあそうだね、3千いってない。いや、それ100円だから。まあそうね、普段はちょっと違うけどね、オープン企画じゃないからね。いつものやついっちゃいますか。あ、ちなみに自分今日財布持ってきてないです。あ、僕も財布っていうのは持ってきてるけど、入ってるかどうかわかんない。俺も入ってないです。領収書ならいっぱい走る、走る、走る走るじゃんけん、最後に残るやつじゃんけん。みんなでこれ置いて、ちょっとトイレ行くわ。ダーッつって、あ、後ろが払うんです。タケノコニョッキの危ないマンションのゲーム。あ、そうなんですか。じゃんけんですね。やりますか。はい、やりますか。まあ、じゃん負けだよね、普通はね。まあ、お得があるっていうんだったら別にそっちでもいいけど。いや、じゃん負けです。お得ないです。もう今月暇で売れてないから、お金ないんだよ。じゃあ5年言いますか。はい、最初はグーからね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。あいつ払うね。いやね、やっぱ優しいからね。はい、じゃあ監督に、監督5点乗ります。これやらせだと思われる。